今回は日航機墜落事故の概要、川上慶子さんなど生存者の証言や会見、兄など家族、結婚した旦那や子供、現在をまとめました。川上慶子は日航機墜落事故の生存者。日航機墜落事故は1985年8月12日に起きた飛行機事故で、羽田を離陸した JAL123 便が群馬県他の郡上野村の御巣鷹山中へ墜落し、乗客乗員520名が犠牲になりました。この事故で生存者4人うちの1人となったのが、当時12歳で中学校1年生だった川上慶子さん。川上慶子さんが自衛隊によって救出されるシーンはリアルタイムでテレビが報じ、入院先にも記者が押し寄せ、雑誌の表紙にもなりました。事故から30年以上経った現在も、夏が近づくと、日航機墜落事故のことをメディアが取り上げてきました。やはり、その後の川上慶子さんがどうなったのかが気になる人が多いようで、ネットでも川上慶子現在、川上慶子職業などが表示されています。川上慶子さんの現在の様子については、後の章で詳しく解説します。川上慶子が遭遇した日航機墜落事故の詳細。2023年8月12日で、日航機墜落事故から38年が経過します。単独機の飛行機事故としては過去最多の死者数を記録した事件の詳細や、犠牲者の様子について改めて振り返ってみましょう。離陸から墜落までの経緯。事故当日、JAL123 便は羽田空港を18時に飛び立ち、伊丹空港に向かいました。しかし18時に14分、JAL123 便は伊豆半島上空を通過したところで、機長が管制塔に向けて緊急救難信号を発信します。機長は機体エンジントラブルが起きていると説明した上で、羽田空港に戻ることを要求しています。18時に17分、機体の油圧系統が全滅状態となり、機体のコントロールがほぼ不可能な状態に陥っていると報告が入りました。さらに18時31分航空機関士から R5 機体右側最後部のドアがブロークン破損しましたと切羽詰まった声で連絡が入ります。この時機体が激しく上下していたことが後の調査で判明しました。18時46分に機長のもうダメかもわからんねという発言がレコーダーに残されているものの、コックピットでは最後の最後まで無事に着陸することを諦めていなかったようです。火事いっぱい。山にぶつかるぞ。今コントロールいっぱいです。頭されろ。頑張れ。頑張れ。パワーでピッチはコントロールしないとダメ。このように、機長と副機長は矢継ぎ早に会話を交わしており、必死な様子が伝わってくるようです。ボイスレコーダーが途切れた18時56分。飛行機はほぼ裏返しの状態で山の尾根に衝突、衝撃で飛行機全部は原型を止めないほど破損し炎上しました。川上慶子は日航機墜落事故の翌日に救出。1985年8月12日19時54分茨城県の航空自衛隊ヘリが飛び立ち現地に向かうも墜落現場には無数の火柱が合わさり巨大な火炎となっていて激しい黒煙を吹き上げていたそうです。さらにすでに日没を過ぎていたため、サーチライトを現場に向けて照らしても地上の様子が見えませんでした。隊員を無事に降ろすための別の降下ポイントを探しましたが、送電線に阻まれ初動が遅れました。また、この頃はまだ GPS の機能精度が低く、正確な墜落場所の特定ができなかったようです。ようやく現場の捜索が始まったのは、翌日午前8時頃のこと。そして、10時50分頃に生存者発見の一報が飛び込んできました。川上慶子さんが逆立ちしているような状態で発見されたのです。全身打撲を負っているものの、命の危険はないことが確認されました。陸上自衛隊第1空挺団の隊員が、後ろから川上慶子さんを抱えるようにして救出する様子がテレビで何回も放送されたことで、現在も日航機墜落事故のシンボルのような映像となっています。川上慶子が遭遇した日航機墜落事故の犠牲者の様子。生存者が発見された一方で次々に犠牲者の遺体が見つかりました。遺体は現場近くの市民体育館に搬入され事故翌日の午前11時頃から医師150名と看護師100名が集められて検視が行われることになりました。週刊現代の記事によると遺体搬送現場では地元に勤務する巡査が写真撮影を担当していたのですが急にシャッターを切る音が止まった時のことが詳しく書かれています。おい。写真どうした検視官が座ったままの姿勢で、顔を右にねじ曲げ、脚立の上の警察官を見上げた。焦点が合わないんです。写真担当の若い巡査が、カメラを両手で持ったまま泣きべそをかいている。検視官も医師も首に巻いた汗止めのタオルや上腕部を使って汗と一緒になった涙をしきりに拭っていた。また体育館には到着した遺族が発するおうと吠えるような号泣やキャーという絹を裂くような悲鳴が響き、正気を保つことが難しい悲惨な状況だったことがうかがえます。川上敬子が遭遇した日航機墜落事故では著名人も命を落としていた。日航機墜落事故で命を落とした著名人も数人います。筆頭として挙げられるのが歌手の坂本九さん、43歳でした。坂本九さんは友人で元マネージャーの男性が羽曳野市議会議員選挙に立候補したので、応援のために大阪に向かう途中だったのです。なお坂本九さんはいつも飛行機を使った移動は全日空を使っていましたが、当日はお盆に差し掛かる時期で全日空に空きがなく、代わりに JAL123 便を予約しました。同行した坂本九さんのマネージャー小宮勝弘さんは早めに羽田空港に入り、全日空便への振り替えを何回も交渉していたことが記録に残っています。しかしキャンセルが出ず、2人は JAL123 便に搭乗して命を落としました。他にも元宝塚歌劇団の女優北原陽子さん、元広島カープの竹下元明さん、ハウス食品グループ代表取締役の浦上郁夫さん、阪神タイガースの球団社長中野一さんが亡くなっています。川上敬子以外の生存者の証言、吉崎弘子と美紀子の会見。川上敬子さん以外の日航機墜落事故の生存者は3人です。吉崎弘子さん当時34歳と美紀子さん当時8歳は親子で救出され、1985年11月14日に記者会見を開きました。事故当日、吉崎弘子さんは夫と長男の光義さん、長女の美紀子さん、次女のゆかりさんと共に JAL123 便に搭乗。離陸後から吉崎弘子さんは眠っていましたが、ドーンという音とともに白い煙が立ち上り、目が覚めるとすぐに上から酸素マスクが降りてきたそうです。客室乗務員が大丈夫です、大丈夫ですからと言って回るのを見て、吉崎弘子さんはきっとどこかに着陸するのだろうと最初のうちは楽観的に考えていました。しかしシートベルトを締めたものの、機体の揺れが激しく胸部への圧迫が強くなり、周囲の乗客が次々に失神していくのを見て、吉崎弘子さんはベルトを外したといいます。立ち上がった吉崎弘子さんは周囲の失神した乗客に声をかけたり、客室乗務員に救助を依頼しています。その時まるでジェットコースターに乗っているかのように機体が激しく降下したといいます。吉崎弘子さんは夫から子供の前なのだからしっかりしろ、うろたえるな、落ち着くようにと励まされ、取り乱さずにいられたそうです。そして激しい振動が起きて飛行機が墜落すると、吉崎弘子さんも気を失いました。気がつくと辺りは暗闇で、体を動かすことも声を出すこともできなかったといいます。その時お母さんと呼びかける長男の光義さんの声が聞こえたのですが、それ以降は長男の声が聞こえなくなり、後になってからあれが最後だったのだと考えているそうです。その後吉崎弘子さんがうとうとしていると、長女の美紀子さんが「ママ眠っちゃダメ、死んでしまうよ」と励ましてくれたので助かることができたと証言を締めくくりました。川上敬子以外の生存者の証言、落合由美。残る事故生存者は落合由美さんです。日本航空の社員で当時アシスタントパーサーを務めていました。日航機墜落事故に遭遇した理由や事故後の貴重な証言について紹介します。不安で JAL123 便に搭乗。この日落合由美さんは仕事で札幌から羽田への往路の仕事を終えて、実家に帰省するために JAL123 便に搭乗。同じく客室乗務員の松本明子さんも搭乗していました。2人は隣同士の席を予約するつもりでしたが、予約がいっぱいでバラバラの席に座っていました。松本明子さんは命を落としています。落合由美さんによると、最初の異常は18時に15分頃で、パーンという大きな音が響き、2回目のパーンという音とともに白い霧のようなものが機内に立ち込めて前方が見えなくなったそう。落合由美さんは隣の人に酸素マスクの付け方を教えながら、客室乗務員が大きく揺れる機内の中であっても乗客に救命胴衣を着せていたことを確認しています。墜落直後は他にも生存者がいた。飛行機が墜落直後は何人ものハーハーという息遣いやお母さんと呼ぶ子供の声が聞こえていました。つまり墜落後には生存者がもっといたことがわかります。検視を担当した医師は、生存者が発見された座席の近くにはまだ体温が温かい遺体があったと証言していることから見ても間違いないでしょう。その後、落合由美さんは意識を失いますが、再び目を覚ました時には「助けて、誰か来て」という声が聞こえていたそうです。落合由美さんは上半身がくの字に曲がった状態で体を動かすことができず、このまま死ぬのだと考えました。苦しみたくないという気持ちから舌を噛み切って命を絶とうとしたそうですが、力が入らずそれもできなかったといいます。その後、落合由美さんは無事救助されました。搬入先の病院で100針以上の大怪我でしたが、命は助かっており、力が入らず舌が噛み切れなかったことは結果的に良かったということになりますね。川上慶子をはじめとした生存者4人の共通点とは、日航機墜落事故において川上慶子さんをはじめ生存者4人にはある共通点がありました。それは4人とも機内の後部座席に座っていたという点です。飛行機は墜落時に前方部分と後方部分で分離し、前方部分は高速スピードを保ったまま地面に激突しているため爆破炎上しています。一方で後方部分は御巣鷹山の斜面の角度に沿うような形で地面に接触したことで山が衝撃を吸収しました。エンジン部分も前方にあったので、後方では火災も発生せずに自災害も起きていなかったことも大きいようです。もう一つの共通点は女性と子供という点です。成人男性と比べ、女性や子供は体が柔軟だと言われています。もしかしたら墜落時の衝撃を無意識のうちにうまく逃していたのかもしれませんね。川上慶子が証言した家族の様子。川上慶子さんは家族4人で北海道に旅行に行き、帰りに親族宅に寄るために羽田を経由して大阪に向かっていました。家族は両親と兄の千春さん、妹の咲子さんの5人でしたが、兄の千春さんは旅行には参加せず、自宅で留守番をしていたので事故機には登場していません。川上慶子さんによると、最初に異変が起きた時、バーンという音とともに後部座席付近の天井が吹き飛び、斜め後ろには1メートル四方の穴が開いていたそうです。機体が急降下する中、父親の川上英二さんは頭を下げろと家族3人を両手で抱えて守ってくれました。機体の急降下で G がかかり、シートベルトの締め付けがきつくなったことを父親に訴えると、ナイフを使ってベルトを切れとアドバイスをしてくれたそう。墜落した際には父親が川上慶子さんの右腹から上に重なった状態で、体を少しも動かすことができなかったといいます。その重みで体が圧迫されて、川上慶子さんは次第に呼吸が辛くなっていきました。父親にお父さん苦しいと声をかけると、お父さんも身動きできないと帰ってきたのですが、それ以降動かなくなったそうです。近くにいるはずの母親と妹に声をかけると、妹の咲子さんから「お母ちゃんは冷たい、出るわ、お父ちゃんも」でいると帰ってきました。しばらく妹の咲子さんと話をしていたのですが、その後ゲホゲホと何かを吐くような咲子さんの声が聞こえてきたの。最後にそれっきり動かなくなってしまったそうです。ついに一人ぼっちになったと絶望した川上慶子さんは、意識が飛んだり戻ったりを繰り返している中で、人の気配で目を覚まします。救助のために現地入りした自衛隊員は、生きている人は手足を動かしてと呼びかけたそうで、川上慶子さんも動かせる範囲で手足をバタバタさせました。川上慶子さんは無事発見され、生存者発見、男の子だという声が響き渡ったそうです。当時の川上慶子さんはショートカットのヘアスタイルにショートパンツを履いていたので、男子と間違えられてしまったようです。川上慶子と兄のその後の人生。事故により川上慶子さんの家族は、飛行機に搭乗しなかった兄の川上千春さんだけになりました。その後の2人はどのような人生を送ったのでしょうか。川上慶子は看護師に。救出された川上慶子さんは、ボーイッシュな雰囲気をまとう美少女だったことで大きな注目を集めました。退院すると、兄の千春さんと共に島根県にある祖母の家で暮らすことになり、引っ越しています。川上慶子さんのその後の生活は、マスコミに追いかけられたり、見知らぬ人物から電話がかかってきたり、ストーカー被害に遭ったりなど、到底穏やかとは言えませんでした。母親が生前保健師をしていたことが影響したのか、大人になった川上慶子さんは看護師になって兵庫県にある病院に就職したことが判明しています。1995年1月に起きた阪神・淡路大震災では、尼崎市の病院で怪我人を手当てするために奔走していたそうです。千春は取材に応じている。兄の千春さんは川上慶子さんの代わりに窓口になってメディアの対応をしてきました。2015年には事故から30年という節目で各メディアで特集が組まれましたが、兄の千春さんは TBS の特番で取材に応じ、文藝春秋の特集記事では手記を寄稿しています。千春さんも両親と幼い妹を亡くしたことで精神的なショックを負い、これを乗り越えるために長い年月が必要だったと語っています。自宅の周りには常に何人ものカメラマンがうろうろとたむろし、中学校から自宅への通学路では記者に待ち伏せされたこともあったそうです。川上慶子が結婚した旦那や子供、川上慶子さんのプライベートについて調査したところ、2002年にアメリカ人男性と結婚していることが判明しています。旦那の名前や画像は公表されていませんが、旦那との馴れ初めは川上慶子さんが趣味のスキューバダイビングのために渡米した時に知り合い、仲を深めたとのこと。川上慶子さんと旦那との間には2人の息子と娘1人が誕生、子供3人はハーフということになりますね。すでに看護師の仕事は辞めて子育てに専念しているようです。旦那がアメリカ人なので外国で暮らしている可能性もあるのではないでしょうか。川上慶子と兄の現在の川上慶子さんについて調べたところ、現在も公の場に姿を現すことはなく沈黙を貫いています。一方、兄の千春さんは2015年に NHK の特報首都圏の企画に VTR 出演し、島根を離れて介護に関する仕事をしていることを明かしました。また兄の千春さんは毎年のように叔母と共に御巣鷹山の登山をしています。ただし川上慶子さんを誘っても気分が悪くなるからと断られているそうです。30年以上が経過してはいるものの、目の前で両親と幼い妹が亡くなっていく様子を目の当たりにした壮絶な体験は、どんなに時間が経っても癒えるものではないのかもしれません。支え合って生きてきた川上慶子さんと千春さん兄弟が、今後は幸せを感じられる日々を過ごしてほしいですね。川上慶子以外の生存者の現在、川上慶子さん以外の生存者についてもポツポツと情報が入ってきています。やはり長い年月が経過しても辛い胸の内を抱えているようです。吉崎弘子さんと美紀子さん親子、落合由美さんの現在について調査しました。生存者の吉崎弘子と吉崎美紀子親子で命が助かった吉崎弘子さんと美紀子さんは、当時の年齢から計算すると2023年の誕生日で、吉崎弘子さんは72歳、美紀子さんは46歳になるはずです。2015年の産経新聞の記事によると、今も都内で一緒に住んでいて、日航機墜落事故については語らなかったものの、2人とも元気にしていますとインターホン越しに答えています。その後の様子について新聞やテレビなどでは報じられてはいませんが、親子で助け合って生きているのではないでしょうか。生存者の落合由美さんは事故後日本航空を退社したという説と、定年まで事故関連業務に関する部署で勤務したという説がありますが、はっきりしたことは分かっていません。ただし2012年頃に日本航空の社員を対象にした安全教育セミナーにおいて、講師として事故前後の状況や地震の近況を語ったことが明かされています。そして現在は大阪に在住していることを日本経済新聞が報じています。記事には、近くに住む家族に取材を申し込んだところ、自分たちも取材は受けないように頼まれていますのでと断られていたと書かれています。他の生存者と同様に表立って取材に応じることはなさそうです。川上慶子以外の遺族や関係者の現在、日航機墜落事故で家族を亡くした遺族や関係者の悲しみは現在も言えることはありません。事故被害者の遺族や関係者の現在についても調査しました。今年の御巣鷹山が開通、2023年4月29日に御巣鷹山の尾根に向かう登山道が冬の閉山期間を終えて開通しました。コロナ禍に入ってからは関係者のみ通行が許可されていましたが、今年は入場規制がなくなり、犠牲者に思いを馳せながら登山道を踏みしめる登山者の様子がニュースで報じられています。兵庫県の市立神話中学と高校では、教鞭を取っていた水落徹子さん、世良良直さん、田中和文さんが日航機墜落事故で亡くなりました。3人の教師は東北地方へ修学旅行の下見に行った帰り道に事故に遭っていたのです。中高一貫の学校であるため、教師と生徒の関わりが深く、突然の訃報に生徒は皆号泣したといいます。慰霊登山に訪れた神話中学高校の卒業生8人は花を手向けた後、おのおの目に涙を浮かべながら校歌を合唱し、その様子が群馬県のローカル紙工芸新聞に掲載されています。娘2人を失った母親は登山を決意。遺族の一人である山岡清子さんは夏休みを利用して神奈川県にある山岡清子さんの実家に遊びに行っていた当時16歳の長女ともみさんと14歳の次女かおるさんを日航機墜落事故で失いました。2022年8月に NHK の取材に応じた山岡清子さんは事故当時のことや現在の心境の変化について語っています。毎年山岡清子さん自身も一緒に実家に帰るのですが、事故の年は多忙で娘2人だけを送り出したそうです。娘2人とは神奈川県に帰省する数日前に一緒にショッピングを楽しみ、大阪に戻るときにこのワンピースを着て迎えに来てねとピンクのワンピースを選んでくれたんだとか。事故後山岡清子さんは娘2人のアルバムを見るのが辛すぎて捨ててしまうことも考えたそう。また夢の中でも良いので会いたいと願いを込めて千羽鶴を15年以上作り続けるなど苦しみとともに30年以上を過ごしてきました。しかし今後体力が衰えて登山自体ができなくなる可能性が高いことから、今年こそは御巣鷹山へ登り娘2人が選んでくれたワンピースを着て供養をすると決意を固めました。そのために現在はトレーニングを開始したと取材で語っています。川上慶子さんが奇跡的に助かった日航機墜落事故の経緯、生存者の会見や証言、事故後の家族、結婚した旦那や子供、現在の様子についてもまとめました。川上慶子さんは4人の生存者の一人として注目を浴び、メディアから追いかけられたりストーカー被害にも遭っていたりしたそうです。その後看護師として兵庫県の病院に就職、2002年にはアメリカ人男性と結婚し、今は3人の子供にも恵まれて幸せな生活を送っているとのこと。それ以外の生存者についても詳しいことは判明していませんが、元気に過ごしているようです。2023年8月で日航機墜落事故から38年を迎えます。もう二度とこのような事故が起きないことを願いたいですね。犠牲になった方々のご冥福をお祈りします。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんはどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。